陸前三能駅は宮城県多賀城市三大技仙リタにある東日本旅客鉄道仙台臨海鉄道の駅である JR 東日本の東北本線と東駅を起点とする仙台臨海鉄道の臨海本線が乗り入れるまた松島駅から分岐する支線を経由して仙石線へ直通する仙石東北ラインの列車も 東北本線内各駅停車となる快速に限り停車する。駅構内短式ホーム一面一線と島式ホーム一面二線、計二面三線のホームを持つ地上駅。ホームは湖線橋でつながっている。当駅から仙台臨海鉄道が分岐するため構内は広く多くの留置線が付設されている。また、かつてはこの駅から潮釜線も分岐していた。 運転扱い要員が配置されているが、旅客扱い要員は配置されていないため無人駅である。自動改札機、自動券売機が設置されている。二番線は2014年時点で、定期旅客列車は使用しないが、回送列車や貨物列車が使用する。多賀城市統計所によると、2004年度の1日平均乗車人員は433人であった。2001年度中に、 国府多賀城駅が開業したが、2002年に当駅の利用が減少している。なお、2004年度までの推移は以下の通りである。ありがとうございます。